マルサンホビー動画チャンネル、えー、プラモデルタイムトラベルシリーズの、えー、続きになります、えー、またモデルアートの、えー、珍しいあのー、昔の雑誌が出てきましたのでご紹介に、えー、させていただきます、えー、前回少しご紹介したように、えー、タミヤモケさんの、えー、1981年の抱負を 俊朔社長に聞く記事がとありましたので思わず止まってしまいましたでこの時はあは80年の暮れの時に取材をされたみたいで、あのーえーとまあ、今からも40年以上前の話なんですけれども静岡の御ラの会社にあの新型の金型をあの機械がかなり導入されて新工場が完成したところで、あのー インタビューで、あの来年の抱負をタミ社長に聞くっていうことで、えー、記事があのなってます。で、やっぱこの読むとですね、非常にやっぱりあの大変なお仕事で、えー、外国で行ってですね、あのショーを始めるんですけれども。 あのこの記事を読むと、田宮俊作、えー、社長がですね、あの新工場をあの起こしたものですから、お正月休みもなくて、そのお正月休みもあのし,しばらくあの休めなく続いているところで、それからあの海外に飛んで、ですねあの、今でもやってますけれども、えー ドイツの,あのニ,ュベンニュールンベルクの見本市が世界で一番早いあのホビーションになるんですね、これが1月ぐらいにやるもんですから、もうそこのところの会場の,あの、えー、商談で行って、ですねもうそこの海外に行きっぱなしになって、でそ,のよそのようにあのタミヤのブースもちゃんともうこの時代からあって、ですねあのかなりあの精力的にもう第一線で動いてる。 っていうところがありましたねタミヤコーナーがちゃんとしっかり作ってありますねかなり貴重な写真になってますであのー、このところからあのー、やっぱりあのー、専用専門のあのー、スタッフも連れてですね海外にせっかく行ったってことでその足で a、えー、あのー、外国のあのー、博物館ですねで。 あの取材も兼ねてとていうことですからかなり精力的でアバディンという博物館があるんですけれども後にタミヤさんでここの,あの写真を撮ったのをあの写真集に出したくらいなんですね。であのアメリカの戦車ばっかりじゃなくてドイツとかの戦車もここに全部集まってるということで。あの その後あのかなり年月が経ってから、えー、タミヤの社長さんがあのご自分で本を出されたんですねそれも読ませていただきましたけれどももうアバディン,ンの,あの博物館に行って現物があるわけですからあの日本じゃとても見れないわけなんであのその当時、えー、ともうご飯を食べるのを忘れて朝から晩までこれ写真をいっぱい撮っていろんなあの、えー、ものを作ってですね取材をしっかり作って。 えー、製品に生かしたっていうことで、まあ、取材したからあの全部が全部モデル化にはならないんであのやっぱりあの売れるれないとかやっぱりあのなかなか製品が難しいものとかもあったりとかして、えー、それでもあのこの取材の,あの旅行だけで何ヶ月も日本を留守にしてそれで帰ってきてあの少し出すともうあとはあっという間に一年の半分くらい過ぎてるっていうかなり あの、ハードスケジュールをこなしていて、あの、身を粉にして本当に、あの、取材をしていただいたもんですから、あの、今の、あの、ミニタリーのものから始まって、えー、立派な製品ができるんだなという風うに常々、あの、思ってますね。もうタミヤさんの、あの、カスタマーサービスなんては、あの、えー、立派なもので、あの。 社長さんがまだあの会社を起こしてからでも、えー、タミヤさんにあのお手紙がこうやって来るとですね当時のお子さんからこう来るとあの感想が述べてあったりとかするとそういうのを丁寧に丁寧に読んでっていうのはあの。 えー、本で読んだことありますねそれですから今の現在のタミヤでも知らない人は知らないんですけれどもあのー、こういうあのーえー、取材をして立派な製品を作るのはとあのー、もちろんなんですけれどもあの他のメーカーでできないあのカスタマーサービスとしてはですねあのー、やっぱりあのー、土曜日日曜日祝日でもあのダミアに電話がつながってあのー えー、ご相談に乗るっていうのはすごく素晴らしいことで、簡単には言えてもその準備をするってことはすごく大変なんですね。ですからそういうところもあのやって、えー、しっかりやっぱりこちらのあの社長様のあの意見がもうちゃんと通ってあのそういう姿勢があのはっきり見えますんで、まだ覚えてるのはえっ、ー、と何十年か前ですけれども。 あのタミヤでラジコンの,あの筆塗りの塗料が出たときにです、ね、あのお客さんがあのこの塗料はあの吹き付け機ではできないって言われたんですねいやそんなことないですあの、えーと、店の見本で塗ってますからって言ったんですけれどもでも、この色に関しては何色か忘れちゃったんですけど赤かオレンジだと思うんですけどあの薄めてこうやっても弾いちゃってダメだって言うからそれは薄め方の問題じゃないんですかって言ったんですけどなかなかお客様は納得できなかったもんですから、えー、と目の前でカスタマー さんにあの電話をしてあのちょっとお尋ねしましたら少々お待ちくださいって言われてあの数分経ってから今実際試しましたけど濡れましたって言うんですねその時びっくりしましたわざわざ吹き付けの機械を出してあの塗っていただいたんですかって言ってびっくりしたことはありますねしかもその時のまあ対応の方は素晴らしかったんですけれどもあのそれでも100万が1がありますんでえその方のうんと もうすあの行ってらっしゃるのもあの何かあるかもしれませんからもし、その塗料とですねあの、えー、死んだ薄め液でですねであの当社のものはあの白い蓋と青い蓋があってエナメルとあのアクリルで当社の方でまち蓋を間違えてしまっているかもしれませんから、えー、と一緒に送ってもらえればちゃんとあの対処いたしますとそれはもう立派なあの対応をパッパっッぱパッと言えるようなところは素晴らしいなと思いました。 ですからやっぱそういうのが今に至るまであの統一してるもんですからあのやっぱりタミヤって一番,あの一番だと思っている人はもう多数いらっしゃるもんですからやっぱり信頼はそういう一つ一つの積み重ねのもと元にあのまあ製品の開発から始まってある意味完璧主義者の方だと思うんですけれども非常にあのあのすごいなというのは正直なあの感想を承りました。 えー、その時の、えー、1980年の,タミ,ヤのカタ,ログあタミヤの広告だと、あのー、見開きでまずこのように、えー、32分の1のトムキャットですねもうあのトムキャットの最大のモデルでちゃんとあの可変翼があのしっかりできていて、まあ、ラジコンの積み重ねがあるものですからあのこの中の、えー、歯車みたいなあの稼働とかはあのそういう技術の積み重ねですごく滑らかに動いて まあ別に飛ぶわけじゃないんですけれどもそういうのも手を抜かないでちゃんとやってあのー、まあ、決定版ですねあのこれが32分の1後々続きますけれどもあのそれの一番最初のモデルですけど最初のモデルでこれだけクオリティですからあのすごい、やっぱりすごいですよねその時にフェアチャイルド A10 とか F16 とかやっぱりこのジェット戦闘機があの、えー、にぎやかにあの出てました。 えー、飛行機つながりでこれはあのー、モデルアートの、えー、カラーのところの,の作例ですけど、えー、タミヤの48分の1の0二21型ですねやっぱり、あのー 48, えー、48分の1っていうと72分の1と違ってちょうど適度な大きさで精密で作り込みもちゃんとしてますんでもうあの決定版の一つの、えー、モデルですねこれが出てました。 えー、こちらもモデルアートの、えー、作例になりますね。珍しいんですけどタミヤの48分の1のロ線を改造してありますね。ですから32型っていうともう特徴的な翼の翼端ですね。これをあの、えー、カットして速度を上げたタイプになって、えー、またのうちそれがあのー。 不評だったので伸ばしたってやつでですねでもやっぱこれはこれで貴重なモデルですからこういう改造のタイプできっちりやっぱモデルアートは作ってますね。で同じくこちらも、えー、とタミヤの48分の1の改造あ仕様になってますね。ってことは、えー、とちょっとやっぱ昔なんだのでは覚えてないんですけれどもあのこの綺麗なジオラマですね水のこの波紋とかまたこの小型のボートまで手で作ってありますね。 で背景の絵とかになっていて非常に綺麗にできてますね。でこれは「タミヤ48八よう」って書いてありますからちょっと記憶は,はっきりしませんけれども、えー、改造でででここまで作ったたたとししら大したもんですねやっぱりこの風貌の辺とか張り線までちゃんとやっていってやっぱり昭和のおじさんたちはやっぱ芸が細かくって、えー、もうこれでなんか物語の一つができるような、えー、表現方法ですね。えー、飛行機つながりでこちらも 作例でフォーカーハリケーンマークワンですねエアフィックスの48分の1です、えー、1 48分の1この辺の時はあのモデルアートすごく力入れてたもんですから、えー、クロス吉田さんのせいあの影響かもしれませんけどやっぱりこう72分の1違ってあの少し大きいもんですからやっぱり作り込みがちゃんと綺麗にできてますねで同じく作例でこれはあのミニ情景であのー スタミアの35分の1のタイプでもうこの人物が降りてくとこですけれどもアイシャルリターンですねあのマッカーサーが日本に降り立った時に初めてその言葉を言って私は帰ってきたっていうふうに言って有名なもんですけれどもえー、と綺麗に水のこのえー、とそうですね表現力とかすごいですねやっぱこの辺とかはもうこれでドラマが見れますね。 非常にフィギュアもよくできてるんですけれども動きがあって、えー、素晴らしいなと思いました、えー、まず珍しい生地で手が止まりましたであのでご紹介しますこちらは15分の1の手作りのモデルになりますもちろんディスプレイモデルですね1929年,年型の、えーえー、4.2分の1リットルのブロアメントレーっていう、ね、ちょっと日本人の人には馴染みないんですけれども こちらを作った方はイギリス人の方ですね。で、あのー、ほぼ手作りなんですね。で、これ、大きく見えますけれども、15分の1スケールってことは、全長が大体30センチぐらいなんですね。それで手のひらに乗っかるサイズで、ここまで作り込みをして、ですね、エンジン部とかタイヤ、ホイールとかを作っていて。 これがモデルとしてあの売ってるわけじゃなくてこの人が素材から全部作ったんですね恐ろしいくらいの精密さですねパイピングもちゃんとやってありますしあのー、こういうモデルをいろいろ作ってる方でイギリスに在住で、えー、ともうワークショップを構えていてその当時はメイクアップさんであの取り次ぎをしてもう受注生産みたいな感じで作ってたようですね。価格まででは書いいてないんですけれどもあのー えー、素晴らしい出来で当然1台作っておしまいじゃないもんですから例えばこういうものを数台作る時にですね一番最初に、あのー、イギリスまで行って取材したらしくって記事には書いてあるんですけれどもワークショップ作るとこですねでそこのところは非常に整理整頓されていて、あのー、そ窓の外にはイギリスの,あの田園風景がつ、あのー、あるっていうのは非常に大事であの細かいことをやっていて目をふわっと外すとあのイギリスの 電園風景がやるとあの休まるっていうことでやっぱ根を詰めてやるのなんですけれどもあのこういうタイプで、えー、モデルを作るにあたってですねやっぱりやっぱ技術屋さんのことで、えー、鉄工場のおじさんに何か部品作ってくださいよってラジコンの部品をって言ったらあの図面書いてこいって怒られたことはありますけれどもまず図面なんですね。で実写のタイプをすごくやっぱ取材タミヤさんのところに通じるところありますけど取材をして写真も撮ってで図面をあの 200からら枚くらいあの各部品をあの作るそうですね。この方式はもう昔から変わらなくて、うん、と昔あのベネトンの F1 の参戦記を読んだことありますけどえシューマッハがいるあのベネトンのところで1台しかないような F1 モデルだとまずあのパーツリストと図面を書くようにするってそうすると他人が見ても分かるわけですね思いつきで作ってるもんじゃないもんですからやっぱそういう図面管理っていうのは大事なんだなと思いました。 ですからこのモデルにしてもあの、まあ、数台作ると思うんですけれどもやっぱり図面が200から300枚各タイヤだけとかエンジンのこの,あの部品だけとかヘッドライトだけとかでやっぱ2300ぐらいあのしっかり書いてそうするとそれを元にしてあの複製ができるわけですねでこの記事にも書いてありましたけれどもアルファロメオのモデルが途中まで作ってあってであの6台あの同じものがあって それが作っっている途中だったらしいんですねでそれが全部駿府違いがなく同じものが並んでいてすすごいいと思ったらしいんですね残念なのはこのモデルの写真は素晴らしくていいんですけれどもできたら個人的にはこのワークショップの写真が欲しかったですね。 ワークショップもどういうようなあのその人の工作してる作業のところなんか非常に気になるもんですからそこは見せてもらいたかったなと思いましたねやっぱ製品には関係ないんでそこまでは言ってませんけどあの言葉で書いてありますけどあのこういうモデルをこの、えー、やるのにいろんな素材で金属だったりとかあのゴムだったりとかをあのゼロから図面に合わせて作って形にしてそれが数台作っても同じクオリティで あの全部あのできてでエンジンなんかもこういうタイプでものが小さいんですけれどもねあのこれがその人の手にかかるとバラバラになっていてあのこのパイピングをやってるんですけどまた組み立てができるっていうことにあの記事で書いてあります。それがブロックブロックでちゃんとつながってるもんですからその5台だったら5台がみんな同じように組,め組んでありますっていうふうに記事で書いてあります。それはすごいことで あのほぼ手作りなんですけどな、まあ、こういうのに作るのにジングです、ね、とかも用意してあってあの非常に細かくあのちょっとあの普通の人があの、えー、想像もできないようなあの究極のスケールモデルですねこれはもうパッと見て写真越しでもあのすごい本物みたいっていうふうにわかると思いますだから非常に工作レベルがあってあの模型工作の世界ですからあの人によってもう差が出ますけれどもあの 行くとこまで行った究極のスケールモデルですね。こういう世界もありますね。これもちょっとまず手が止まりました。あのさらば f86f の長い間ご苦労様でした。実機のちょうど引退する時の記念すべき、あの飛行の状態のところを書いてありますね。で。 えとそのえー、とこの飛行場でこう一応きれいに飛んで,でそれとあのバトンタッチするようにこちらの三菱の,の F1 もちゃんと乗ってたりとかしますねですから F86F はまだこの80年の時はもう最後のラストで、えーとえー、5機ですねあの元気な姿を見せるのはもう最後で、えー、とあとはもう展示になってしまったっていうところがあってちょっと寂しい感じがしますけどあのきれいにあの えー、オリンピックの会場の上を飛んだりとかいろいろ活躍したあの長年の活躍の上にあの引退しますというで記事が載ってましたこちらは東京マルイの、えー、と広告になりますねこの時は24分の1のプラモデルとかもか,のかなり精力的に出してた時代で、あのー、ちょうど、あのー、国産車でター,ボターボがすごい流行りかかったところだったんですねですからブルーバーーバドのターボを であのこのタイプですねもうほらしげにターボって字が書いてあってもう何でもかんでもターボつけた時代でありましたねでもやっぱり東京マルイはこのホイールの辺とかやっぱよく作り込みがすごくってシャーシの裏側とかですねあの非常にホルムはあの綺麗にできていて、あのー、あのこうあの好印象のキットでしたえー、っとですね えー、あのプラモデルの広告ですね、あのえー、とこちらですね、えー、ランドローバーですね、あの非常に無骨な格好してますけど、やっぱり昔から活躍して、そのプラモデルの 4WD の、えー、モデルと、上軽の,あのプラモデルので、えー、こういうシリーズも出していて、 やっぱりこう安定してもうシリーズをあのしっかり作ってます。で同じくこれがイタリアのあのミニタリーのシリーズで作り込みがすごいですね。あのまずこうカラーなもんですからじーっと見てたんですけれどもちゃんとあの汚し塗装とかあのあと動きが見えますね。 あのまだ構図がよくて写真の撮り方もうまいもんですから非常にあの物語の動きがこう見えてまるであの今にも動いてあのるような感じで土ぼこりが見えるようなものすごく細かいところも手抜かないでちゃんと作ったりとかしてる、えー、素晴らしいジオラマの写真ですね。こちらは郡世産業の、えー、当時の広告ですね。メイフラワーとか、えー セントルイスとか、えー、と SS フランスとかですね有名な客船ですねでとグレードウェスタン半線とかこういうのもエアフィックスであの、えー、プラモデル化になっていて、えー、まあ趣があってやっぱりあの愛好者がすごくこのシリーズもいろいろエアフィックスはあの出してたんだなっていうのは分かりますね。 これはまだいまだに覚えてますけど今井科学ですね今現ウッディ城になっていて木星ハンセンとか作ってる会社がなんと宇宙戦艦ヤマトこれ木星ですこれ出た時もびっくりしましたけどねあのー、350分の1宇宙戦艦ヤマトあのー、えー、なんていうんですかねこれより前にも後にもこれしかないっていうオンリーワンのモデルですですから、あのー、 本当にあのスケール派の人にはちょっとあれかなと思うんですけどかといってアニメマニアでもとてもちょっと作り上げるクオリティまではちょっとないんじゃないかなと思うんで誰が作るんだろうって当時思ったんですけどやっぱその当時でも、えー、とおじその当時におじさんがなんかニコニココしながら買っててたのを覚えてますでもやっぱ <laughs> 売っていい人木で作っていてまあ元々プラモデルの会社っていうと元々は木工の木材のの 会社から起ここしたところが多いんで、ある意味、蓄積があったのかもしれませんけど、えー、とこれが木かっていうくらいで、あのー、やっぱ、ホビーショーで飾ってあるの,の1回くらい見たことありますね。もう堂々とした立派なもんでした、えもう家宝になるくらいの飾りで、組み立てキットで出てて、ちょっとあの普通の人が見るとびっくりって,言って、今の人は多分知らない人は結構多いと思います。こういういのも出てました。 えこちらは軍勢産業が出してたシリーズでわりとあの賑やかなタイプで組み立てキットのプラモデルですけれどもあのデフロメは効いてポルシェからワーゲンからあのオープンのタイプまであの賑やかなタイプであのまあ今の人だと塗装が面倒くさいとかあ,のあるかもしれませんけどじっくり色を塗ってやるとすごくかわいいシリーズでミニクーパーからハイエースまであの出ててですね、あのー こういうものもやっぱないとやっぱ模型の世界だとなんかつまんないもんでこれをもベースに改造するっていう人も結構いてあの割とあの愛好者が多いシリーズでしたえこちらもえーと広告で思わず手がと止まりましたねえー、とつくだっていう会社で出していてガンダムのメタルコレクションです、えー、知らない人がほとんどだと思いますねあの実物の大きさがこのくらいの大きさですから本当にあの えーと人間のこの指と比べると分かりますけど小さいタイプでなんと一体成形であのできてました。こういう感じであの銀色の、えっと、鈍い感じの金属でした。ですからこの時にあの まあ下地のプライマーとかを塗って一生懸命色塗るとはいこのようになりますということであのまだまだこの80年代のガンプラブームが初代の時があったもんでプラムでは満足に回らなかった時があってもうとにかくガンダムだったら何でもいいっていう感じの勢いがあった時に作っていて4センチくらいでいろいろ種類が出していてあのこれはこれで一生懸命集めてる人がいてあのなかなかいい時代でしたね。 えー、こちらはあのー、長谷川のミグ25の発売になってから、えー、ジオラマを作ったキットなんで、あのー、紹介の記事です。でこのときはです、ねえー、あの1976年の9月の6日に、えー、実機のミグ、ねあのー、25が、あのー、日本に亡命してきて、えー、函館に緊急着陸を、あのー、した大事件があったんですね。 でその時に、あのー、もう東側の、あのー、ソ連の、えー、兵器が日本に着陸して秘密中の秘密の最新鋭の戦闘機が着陸したものですから、あのー、戦後日本の,あの平和な時代に、あのー、自衛隊のレーダーをかいくぐって低空であのー それで迎撃にファントムも2期出たらしいんですけれどもそういうのをあの全部あの避けてですねもう民間の,、えー、とあの函館の空港に強制に着陸したもんですから大事件になりましたであのこの時の,あの事件の,あのやっぱりもう一番注目がこうあったんですけれどもでその時にやっぱりあの、えー、当然やっぱこの事件があるとモデル化の動きがあってですねでこれが えー、あのの次の年の3月号にもうこのジオラマできるくらいの長谷川の、えー、トップバッターは長谷川で作りましたのミグ、えー、25がもう出てジオラマになってるんですね。ということは通常はあの1年ぐらいは記事、えー、からあの作ったりとか現物を取材してやったものをあの半年で作ったってことですね。それは従来のあの半分の えー、日数であの飛行機の長谷川として、もうあの避けるわけにはいかないもんですから。もう全車上げてあの作ってですね。このようなもう本格的なジオラマができるくらいの、えー、クオリティでもうできてるんですね。この時にもうあの、えー、その企画からあの現場の製造に至るまで正月3日間のお休み以外は？ ほぼあの全チームで対応してあの飛行機の長谷川の、えー、その面目をたどっあの保ってただ出せばいいんじゃなくってあの非常にすごく細かくあ作っていて。 やっぱりこの辺はあの、このフィギュアなんかはあのそのシリーズのタイプでスケールを合わせてあの改造がなってますけれども非常に細かいあのリアリティがあるようなあのまるで現場であの見てきたような感じにあのちゃんとできてるんですね。でやっぱりこの時もあのテレビの時に見た覚えがありますけれども、えー、そんなに情報が出てこなくってもうネットとかある時代じゃないもんですからよくここまでちゃんとできたなというのが正直なところであの非常に綺麗にできてますね。 でやっぱりあの、えー、飛行機の長谷川って言われるだけあってですねあの強制着陸してからすぐのカバーが実機はかけられてですねあのマル秘中のマル秘だったんですけれどもところどころ写真が出てきてそれを元にして作ったんだと思いますけれども非常に綺麗にできていてですねこの辺はあのフォルムとかあのそういうのを、えー、してですねもうあのこの時にあのえっ、ー、と 長谷川は飛行機のプラモデルを作るということで、えー、メディアですねテレビ局とか新聞のあのところとか全部あの取材を受けてもうあの、えー、もう万全のあのそのそ準備をしてからあの発売になったんですけれどもそれでもあのまたこまにあの、えー、すぐ品切れてあの大人気のあの機体になりましたとてもあの満足に取材ができる状態じゃなかったんですけれども非常にあのすあのの綺麗に作っていてですねあの えとこれがカラーの写真になりますけれどもあの非常にあの、えー、もうドラマがで見れるような感じになってますね。であのこのソ連の兵隊さんはあの亡命したんですけれどもこの機体は後にあのロシアに返還されたと思いますけれどもやっぱりあの現実にあの、えー、まあロシアの,あの最新鋭の飛行機があの目の前にあるということはやっぱり飛行機マニアの人にはものすごくあのインパクトが強かったものですからその機体に応えるべく あのわずか半年ですね3月にあのこのジオラマができ3月号に乗っかるってことはもっと早い時間にあのキットはできてましたんで記憶だと半年弱だったと思いますそれはもう画期的なものでフルスケールでちゃんと作っていてできるってことはまずめったにないんでもう長谷川の力ののあを全部集結して作った大事件のうちの主人公の機体ですね。これがあの 非常にインパクトがあったのをすごく覚えてました。で、こちらは同じモデルアートで見開きで、まず広告でタミヤの、えー、メイクアップ材ですね。あの仕上げの決め手パクトラタミヤってなってますけど、今通常のタミヤのエナメルカラーってなってます。で、この時に時代なもんですから。 キャップが金属だったんですね。この時にあの雑にあの塗料をついて、この鉄のキャップを締めて、後とから抜こうとあの外そうとすると、なかなか外れなかったのをすごい覚えています。ペンチでつまんで、やっとあのあの開けたのを今、ふっと思い出しましたね。でもこの頃から手軽いさ一番でタミヤカラースプレーとか出てて、ですね、今あの、たくさんある中で、あのこれが全色でこ,のこれだけの,あの、えー、と種類しかなかったんですね、やっぱなあのこの時代だと。 でであとは情景スプレーですねこれはあの、えー、使ったことありますけどファーッと塗るとあのえモコモコっとあの、えー、パウダー状で膨らんで、えー、スノーホワイト雪とかやってて当時ランチアツアツのラリーカーをこれで吹いて真っ白けで雪丸みにしたの今ふっと思い出しましたね。であともう,あのもう定番のもう基礎作りの決め手のタミヤパテですね。もう一番あのベーシックな あのグレーのタイプであの1ミリ乾くのに1時間かるって言われるやつでもう少しずつ少しずつ少しずつ洗車に塗ってあの、えー、コーティングしたのを覚えてますね。あのやっぱりもう欠かかせなない基基本本中のの,あの手なんかであのやってましたその隣で軍勢産業でもうあの軍勢からになってますけれども、えー、と今はもうキャップの瓶がわってますけれどもこういうタイプで。 あのあとはまあ少しキャップがあの変わったりとかしますけど基本的にはラッカー系のタイプと出ててで時代を見越してですねこれが今でいう水星カラーになります今このあの広告見て思い出しましたホッペっていう最初の名前だったんですねあのホビーペイントだからホッペっていう風に名前があのホビーショーであのえっ、ー、と予約あの案内を受けたのを思い出しましたそうこういう名前だったんだっていうのはあってあの。 まあこの時はまだまだあのラッカー系とかエナメル系があの幅広かったんですけど、後々、やっぱりあのえと水性の手軽さはあの捨てきれないんで、あのこれも種類が増えて、どんどん開発が進んでましたねえこちらは77年の日物広告ですね、24、え、分、ー、の1の BMW の 3.5CLS ですね。 あの非常にやっぱヨーロッパであの実績を積んであのすごく速いレースカーということであのはのすごく活躍してましたねこの頃はあはちょうどポルシェ935と,とこの BMW のえーライバル同士ですごくあの流行っててスーパーカーブームが後半になってきてえこういうグループ5とかレースカーもあの非常に注目を浴びてる時代でしたで並びであのこれが青島でもう青島はもう 流行りもんに飛びついて深くやるのはすごい得意だもんですからね、ランボルギーニカウンタック LP500S ですね、でこう20分の1のスーパーカーで、えっ、ー、と,と見て、世界最速の車、え、フェラーリ BB じゃないのかと思ったんですけど、LP500 だから、400より速いということで、世界最速なんだなとさっき思いました。で、これであのフォルムは崩れてないんですけど、あちこち空いて、でモーターライズで動くタイプになってますね。 そうするとライバルのフェラーリ 512BB が出てきてこれ,あのこれは実写の写真ですけどねでその前に最初はカムタック LP400 とかも出ててやっぱりあのえっ、ー、といろいろあのこのシリーズだとデトマス・マンテーラーとかランボルギーニ・ミューラとかイオダとかもう花盛りっていう感じで、えー、非常に得意で生き生きとあのモデルが出てました、えー、珍しい記事を見つけました同じ号で あの東京マルイの24分の1でタイレルフォード007ですねあの非常に実写が名車であのこれ何年にもわたって第一選挙であの、えー、活躍してました東京マルイであのやっぱりよくできていてですねこれだけ24分の1っていうと田宮さんの20分の1と違って当然小さいわけですから F1 もともと現物が小さいんでその中をぎっしりこう連れてしかも モータータででこれ動くんですねあのその辺はやっぱり東京マリって動くものを作らせたらもう天下一品でああのまあ、どうしてもあの動くところだもんですからちょっと妥協しているところもありますけどもうどうしてもあのフォルムなんかはもうちゃんと立派なもんです横から見た図なんかでもとてもモーターがついてあの走るようには思えないくらいのリアビューですねで非常によくできていてあのー 007はあのかなり何年にもわたって活躍したものですから、えーとですね、このように、まあ、ちょっと分かりづらいんですけどモーターがついて軸でこう出てあの後ろであのちゃんと回るようになっていてその割にあの DFV のエンジンなんかもちゃんとしっかりしてますね。でこのように全体的なフォルムなんかはあのすごくよくできていて、まあ、この後の年代であの白青に塗ったりとかいろいろカラーリング変わったりとかしてあの 最終的にあの日本で007で日本グランプリで高橋国光さんが乗ったりとかもしたりとかするあの非常にあの数年にわたって第一線で走っていて、えー、戦闘力がかなりあった DFV のこういうついたやつはあのキットカーってよく言われたんですけれども DFV エンジンとヒューランドのギアボックスとあのコンパクトにまとめていてすごく実践的でタレルのクりが出る前のあの えー、モデルですけれどもあビヨンリンの,の,あのちゃんとあの、えー、空気抵抗が有利なようにあの、えーえー、とウエッジタイプですねちょっとくさび型になったタイプであってあのそのくさび型で、えー、ラジエーターがいかないものでサイドのラジエーターってはもうこれで定番のタイプでマクラーレンなんかも M23 はこのタイプを使ってますけれどもそれぞれ個性があってサスペンションとかそういうのは凝ってあったようなあの記憶があって。あの まあそう、ね、A グループの方にも必ず入っていた名車でした。これもあの当時の広告で日東化学ですね、この時はあのー、BMW3.5CS に、えっと、あのー、CS レーシングですね、えっ、ー、とこの、えー、20分の1で、少し大きめになります、でこれが24分の1のフェラーリの、えー、のタイプで、非常に変わったカラーリングになってますね。えっ、ー、とー これちちょょっっっとと見たた覚ええががなないんでですすね。ね。か、えー、サーキットの狼で有名な車ですね。で、あと、こちらの方はサーキットの狼のシリーズだと28分の1でシリーズをたくさん出していてあの、やっぱりかなり人気がありました。やっぱりあのサーキットの狼からスーパーカーブームが起きましたので、フォードガプリとか BMW とか、さすがとレースに出てきた後半に出てくるやつですけれども、あのやっぱりあの一、あの人時代を作ったあのスーパーカーのグループですね。 えーと同じあの雑誌でこれが東京丸いつながりでえーとそ,こその頃あの時代ですね東京丸い玩具って名前になってますねえそれではプラフォービー企画部社員募集になっていてあのなんとやっぱこの時代ですか製図版作ってあの設計してますねやっぱり今の,あのえーとコンピューターで CAD システムとか使ってませんからとてもそういう時代じゃないんであのやっぱりこのライトの下であのショ 設計者がちゃんとあのこの、えー、定規使ってこうあの設計をしてるんですね。やっぱりあの昔にあのプラモデルのホビーショーで聞いたことありますけど、東京マルイが、えー、初めてあの二十四分の1の箱スカを作ろうと思って、その当時箱スカの現物の上にあの、えー、と。 ちょうどあの縮尺になるように上にあのカメラを置いてあの正確にあの写真を撮ってそれをそのまんま図面に起こしてやったら箱すかにならなくてですねブルーバード5一番になってしまったっていうあの伝説の話があります。ですからどうしてもあの模型の場合はデフォルメで見た目が人間の見た目に訴えなきゃしかしょうがないものですからただ十分あの24分地にすればいいってもんじゃないんで。 あのそこら辺がもうあの各社の差が出てくるものなんですね。ですからこういうあの機械加工とかする場合は必ず図面が絶対あの必要になりますけれどもいかにそれでうまく見せるかですね「箱スカは箱スカらしく」っていう風に見せるところがありますんで東京丸いはあの正確さもそうですけれども先ほどの,の F1 なんかもそうですけれどもねあの非常にあの えーと見た目のフォルムがすごくあの素晴らしくまとまっているのをすごく覚えてましたこの時代の,あの一つの,あのまだ時代の、えー、昭和の、えー、時代の,あの設計の話でしたね、えー、こちらはバンダイの広告になりますこの時は、えー、飛行機ものは「バンダイモノグラム」とでモノグラムの商品を、えー、かなり作ってました。 ですからあのその時に、えー、バンダイですとあのやっぱり大きいメーカーなもんですからあのこのようにモノグラムカラーまであの用意して万全の,あの構えで、えー、塗料からキットまでやっててモノグラムのキットなもんですから出来はよくあのできていて、あのー、割とあの作りやすいキットで48分の1で見応えもあって72分の1と違って、あのー、迫力あるフォルムで、えー、ちゃんとミグ15グ十5と あの f f 86セイ、er、イババーででラル同士ですねこれがちょうど調整戦闘で戦った時のあのライバル同士が出ててモノグラムですからちゃんとこういう、えーとえー、機体内部のとこですねあのー、ちゃんとこういうに見せるとこは見せてですねで、えー、こういう新しい F16 なんかも16なんかも紹介にあ,あ,ありましたで他の機種もどんどん増えていくところでやっぱりモノグラムカラーは何回か使いましたけどあの 割と使いやすくて、ただあの缶の,あのパコッとはめるやつだ分でちょっとあのその取り扱いが面倒くさかったかなと今ふっと思いましたけど塗料自体はよくできていて、えー、とこういう広告がありました。でこちらは同じくバンダイで、えー、48分の1つながりなんですけれども戦車のシリーズですね「気候師団シリーズ」っていう名前で48でで あのやっぱタミヤの35分の1は有名中の有名ですけどバンダイはちょっとタミヤと変えるんですねやっぱここら辺がやっぱりあのメーカーのやっぱり取り組み方があるんですけれどもシリーズでこの、えー、とシリーズっていうだけあっていろんな車種車体を出してますでバンダイの、えー、とこの時はまだまだあの青いバンダイ赤いバンダイない時代ですからこの,あのこの人形マークですね非常に年代を感じますけれども あの結構細かくできていて、えーまあ、イギリスとかソビエトアメリカとかドイツとかもう有名どころは全部出てて確かにあの35分の1であのこの,あの台数をそろえるのはすごい大変なんですけど48分の1とちょうどコレクションしやすい大きさではありましたね。えー ただ、ねまあ、やっぱりどうしても「あのタミヤの35文字」と「MM」が有名中の有名でしたけれども48分の1も後々タミヤがあの、えー、作るくらいですからやっぱりこれあの辺も、えー、モデルとしてあのやっぱ一つのジャンルで定着してますね、えー、こちらは、えー、珍しいんですけどタミヤの人形改造コンセプトの」の、えーまあ、お知らせになってますね。えーと これがもともと35分の1の全部兵隊さんとは思えないくらいのタイプですね。あのスティーブ・マック・インとかもうトラさんですね。マリリン・モンロー、山口百恵と桜田淳子、えー、ブルース・リーにクリ,クリストン・イーストットですね。出てて、こういういのがあの、があ 全部人形をあの削って削ってあのパテで持って作ってあの全部色を塗ってでもあのその人に似せて作るっていうもんですからすごくこう質感があって動きがこうあって。で あのかなりあの回数があの続いてましたけれども、えー、とその最初の方にやっぱ名人の金賞とか取る人はあの仕上げもすごく綺麗でホビー賞で現物見たこともありますけれどもあのすごく丁寧に温かみがあるような表現方法でしたねですからタミヤもあのこういうのを狙ったわけじゃないんですけれどもあの兵隊さんの人形じゃなくて珍しいんですけれどもこういうふうに忠臣蔵の人形まで 出ししてきました、ね、であの手のひらにサイズに当然収まるくらいのタイプでこういうのもちゃんと人形改造集なんかもあの毎年出ててこれが大石蔵之助の人形ですね。あの現物はホビーションで見たことはありますけれどもあの非常にこういうやつの人形でこれが誰が見ても桃太郎さんですねあの非常に細かくできていてあのこのようにえ人じらいこうついあのやってこれかなり人形の人形の あの技術のの底上げっってていうのがあって金賞とか銀賞に出る人はもう毎年名前見てるとほぼ固定メンバーですけどもう職人技ですねだからあのその後にあのなんかアニメ系のデフォルメでほとんどパテの塊だと人形が中に芯に埋まってるだけじゃないのかと思ったのもありましたけどね。やっぱりその時の時特徴として あの時事ネタですねその時のニュースになったものなんかはすぐこう改造コンテストでやってたりとかしてえー、とこの時は70年代後半ですからこのようなあの活躍した人がやっぱりメインでこの時まだ3回かそのくらいの、えー、時ですからえー、これがそうですね4回,の4回目の作品募集のご案内なもんですからあのこのようになっていて非常にあのやっぱりこの辺は。あの ラジコンでもプランモデルでもあのタミヤがこう切り開いて作っていって大事に育ててタミヤの一番偉いのはちゃんと持続をするってことが偉いんですねあの一時期あの売り上げが下がってもあのそれをあのちゃんと手を伸ばしていてあの継続は力なりというのをやっててですからお客さんも安心してこういうのを毎年一生懸命こう作ってあの 毎年毎年たたあの楽しみにして、えー、やっててこれ,これに至るまではあのこういう特別な人形改造コンテストとはまずなかったんですね全部ひっくるめてプラモデルコンテストしかなかったんであの人形だとやっぱちょっと小さいもんですから、あのー、なかなか発表する場所もなかったんで、えー、とそれまではあの兵隊さんのの人形でジオラマ作るのが、えー、このように、あのー、新たな、あのー、活躍する場所を広げてあのー えー、ひあの新しい世界をひらあの開いてくれました。えで本日はあのこのようにタミヤの社長さんのお話とかカスタマーサービスの話から始まっていろいろあの飛行機もの車ものとかの、えー、こういうコンテストのお話とかいろいろ差し上げましたけれどもまたあの、えー、このようなあの面白い記事なり何なりあの、えー、確認しましたらあのすぐあのアップしますんでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 えっと、合わせてマルサアンホビーではあの現在の、あのー、プラモデルとかミニカーラジコン等も、えー、自社サイトヤフーショッピングアマゾン等で通信販売も承ってますのでそちらの方のご用命もあのお待ちしてます、えー。次回の予告ですね、えー、と今まで72年くらいが、あのー、昔のき、あのー、本だと思ったんですけどなんと60年代シリーズが見つかりましたのでこうご期待です。